この時俺が出会ったのは小さなウサギと自分の本能だった。お前はどうして自分の強さに責任を持たないんだ。共存共栄ってよく言うやん。私は悔しいんです。皮一枚剥がせばみんな同じだ。もう逃げるのは嫌だ。私のことなんかもくれてあげる。